来いわ来いわ。新選組の方でごわすか。お役目ご苦労様に存じます。新選組三番隊隊長斎藤はじめだ。西郷吉之助殿に取り継いでもらいたい。ほう、西郷先生に。どげなご用件で？坂本龍馬という男について聞きたいことがある。さようで。そいはもう新選組の御用とあれば断る理由はごわはん。心得ました。おいがご案内します。どうぞこちらへ。最後は判定の中じゃないのか？あんお方は屋敷の中でじっとしておられんもんで。まあどうぞ、すぐ近くでごわす。あんた門番の割に随分判定から離れるんだな。こいつらはどういうつもりだ？新選組っちゅうのは随分と人を切ってきました。ほんのこと言うと薩摩の門も多少身風呂に切られた門もおります。おはんが薩摩の人間を切ったかはどうでもよか。じゃっどんおはんな三番隊の隊長でごわす。兄弟や子らを新選組に切られた恨みを持つ者にはそいだけで十分切る理由になります。弟の仇じゃ。身風呂めがおいの息子ば切りよった。幕府の犬め。花から西郷に会わせる気はなかったってことか？不用心不用心。新選組幹部ともあろうもんがたった一人で食っとは。薩摩をなめちょるんかこら。ふうだおらでいや。バカな恋が新選組。西郷に会わせてもらおうか。そうすりゃここで会ったことはなかったことにしてやる。何？大っぴらにしたとこで困んのはあんたらだけだと思うがな。俺仕事できたんだ。あんたも自分の仕事に専念するなら誰にとっても面倒はない。違うか？新選組三番隊隊長斎藤はじめ、先日は名乗りもせず失礼した。へへ、構わんで。いずれまた会うと思うとった。せやけどあんたあれからほんまに新選組に入ったんやな。例の近藤勇に会うためにかいな。さあな。悪いが入隊の報告をしにここに来たわけじゃない。あんたに聞きたいことがあってきた。ま、あんたとは知らん仲やない。話くらいは聞いたるわ。坂本龍馬って男があんたに面会しに来たはずだ。そいつの話を聞きに来た。ほう、坂本龍馬。覚えないわ。何も言え。勝倫太郎って幕府の人間がここへ連れてきた男だ。
覚えてんだろ。そんなに昔の話じゃねえ。そうか。せやけどあかんな。全然思い出せん。ゆっくり思い出してくれて結構だ。時間はたっぷりある。こっちに時間あるとは言うとらんで。なるほど。薩摩ってとこはよそ者を寄せつけない。噂に聞いた通り秘密主義ってわけだ。だが俺を帰らせたきゃさっさと思い出すんだな。そしたら斎藤がはっきり言いますわ。わしは坂本龍馬いう男と会うたことは一遍もない。もうわしの答えはこれ以外に出てこんで。なんで隠すんだ。その坂本龍馬ってのはあんたにとってそんなに重要な男か。なれん駆け引きはやめとけ。あんたには似合わん。坂本は長崎でイギリスの武器を仕入れているらしい。その武器を買うのはあんたら薩摩ってことか。知らん言うとりますやんか。そろそろお帰りの時間や。今度はまた仕事抜きで飲もうやないか、斎藤藩。斎藤さん、無駄足でごわしたな。西郷先生は新選組なんぞ眼中に相模藩では。斎藤さん、お待ちを。山崎か。局長がお呼びです。坂本龍馬の調べを報告してくれとのことで。何？それじゃ局長に会えるのか。もちろん。場所は？祇園にある料亭朝日屋。局長はそこでお待ちです。ただしその場所は他言無用に。たとえ相手が新選組の大使であってもです。わかった。おい、どこだ。あんまり逃げんなよ。近藤先生、こっちこっち。先生、こっちどす。どっちだ。お、そこか。あ、捕まえた。姉さん、わざと捕まらはったやろ。なんだこりゃ。血の匂いか。血の匂い？ええ。よう、思ったより早く来たな。三番隊隊長、斎藤はじめです。知ってるよ、俺が呼んだんだからよ。あなたが局長の。ああ、新選組局長近藤勇だ。それで頼んだ件は調べてくれたかい。例の坂本龍馬。はい。坂本が現れたという薩摩藩邸に行ってきましたが、あいにく西郷にはとぼけられました。まあそんなとこだろうな。もともと西郷には期待しちゃいなかったんだ。それはどういう意味で。坂本龍馬は今長崎に向かってるらしくてな。
本人が京にいねえんだから、薩摩もいくらだって知らきれる。今西郷に聞いたところでろくな返事はねえだろうよ。だからまあ何も情報をつかめなかったのはあんたのせいじゃない。ただでさえ本音を見せねえ西郷の口割らせるな簡単なことじゃねえからな。けど大収穫だ。いやあんたいい仕事したぜ斉藤さんよ。俺がですか。うん、だってよ、坂本龍馬について一つだけ確実なことが分かったんだからな。薩摩の西郷にあったその坂本龍馬ってな、真っ赤な偽物だ。だよな、本物の龍馬さん。1年前に吉田東洋暗殺の濡れ衣を着せられて脱藩。その後天然理心流の使い手を追って京に潜伏。その坂本龍馬って男が今のあんただ。だとすりゃ長崎で英国の武器商人と取引している坂本龍馬は偽物ってことになる。だよな。お話の意味が分かりかねます。そうかい、まあ、こっちから先に腹割ってやらねえとあんたも話しづれえやな。まずは安心してくれていい。あんたの正体は俺の胸にしまっておく。新選組としてあんたを粛清しようって話じゃねえ。それだけは分かってくれ。単刀直入に言えよ、俺はあんたの腕を高く買っててね。別にあんたが坂本龍馬でも斎藤一でも構わねえんだ。ただ俺のある計画に乗ってもらいてえとは思ってる。ある計画。日本の都を京から江戸へ移す江戸遷都計画だ。江戸遷都計画だと。夢みてえな話だろ。だがこれは至って真面目な計画だ。俺はよ、これが最終的にこの日本を救う唯一の道だと信じている。この国を救うために肝心なのはな、金の獅子が目指す大規模な倒幕戦争を起こさせねえことだ。このまま放っておきゃいずれ日本中を巻き込んだ倒幕戦争が起きる。だが連中が幕府を倒せたとして、その時内戦で疲弊しきった日本人にアメリカやイギリスと戦う力はもう残らねえ。するとどうなる。異国の白人連中は一発の銃も撃たずに日本を手に入れられるかもな。江戸に遷都すればそうはならねえのか。ええ、ただしその前に京を焼き御所に刺客を放って朝廷を滅ぼす。何だと。じゃああんたは池田屋事件の時の連中と同じことをしようとしているのか。あれと一緒にされたら困るね。俺は帝をさらうような真似はしねえ。要は帝が朝廷にも幕府にも属さない、政治とは別の存在にならなきゃならねえってことだ。別の存在。そもそもこの国が勤王と幕府でぶつかってんのも、全てはどっちが偉いのか分かりにくいって話だ。だから俺はその概念ごとぶっ潰してやろうと思ってんだよ。それが京の町を焼き払うことなのか。
今日の町は朝廷という権力の象徴だ。だがこの国を仕切ってるのは江戸の幕府だ。これがややこしい。ならいっそどっちかをなくしゃすっきりする。あんた自分が何を言ってるのか分かっているのか。もちろんだ。だが朝廷がなくなり京が焼ければ帝も致し方なく江戸へ移られる。その時帝が住む江戸、それを仕切る幕府に勤皇志士どもが入り込む余地はねえ。早い話、日本って国の中枢を一ところに集めるんだよ。それが一番わかりやすい。だが朝廷を滅ぼせば、それこそ幕府は日本中の武士に報復される。だからそうならねえように、誰が京の町を焼き払ったのかわからねえようにする必要があるのさ。そしてそれができるのは選ばれし能力を持った男たちのみだ。それはまさか。そうや、俺はその計画のために新選組を作ったんだよ。京を滅ぼすのに必要な精鋭を集め選別するためにな。もっとも、まだこの計画を知ってるのはほんの一握りの幹部だけだ。だったらなぜ俺に計画のことを話した。俺はあんたの腕を買ってるって言ったろ。それにお前さんとならよ、取引できると思ってな。俺との取引、何のこと。吉田東洋を暗殺した覆面の男のことだ。俺はそいつをお前さんに渡してやれる。父さんを脱藩してまで追ってるんだろう。悪い話じゃねえはずだ。あんたはやはりあの覆面の正体を知っているのか。そりゃまあな。これでも新選組の局長をやってるんだね。新選組のことで俺の知らねえことはねえ。どうだい、覆面の男を渡してほしけりゃまず俺の言うことを聞くってな。さっきの馬鹿げた計画に乗れってのか。馬鹿げた計画。あんたの言ってることは理にかなってる。だがな、今日の町の人間はどうなる。目的のためだったら多少の犠牲は構わないってことか。倒幕戦争が起こりゃ多少の犠牲じゃ済まなくなる。生きるとは一時が万事犠牲を伴うものだ。お前だって多くの犠牲の上で生きてるってことを忘れるな。おい、逃げ出すのかい。俺はどんな理由であれ女子供を巻き込むような真似はしない。そうか。本当にそれしかないのか。何かを変えるには絶対に何かを犠牲にしなきゃならねえのか。ガキだなおめえさんは。そうやって聞いてばかりで生きてきたんだろうこれまでもよ。だからあの時吉田東洋は言ったんだろうよ。お前が勤皇党の筆頭にふさわしい男じゃないと。お前今なんて。
なぜお前がおやっさんの話したことを知ってる。あんたがあの覆面の男って言うなら話が早い。ここであんたを切れば新選組にいる理由もなくなるからな。なら切ってみりゃいい。ま、天然理心流四代目宗家の俺を切れればの話だがな。何こいつに見覚えがあるのか。やはりお前があの時の。生きてるうちにそれがわかるといいな。さあ、1年ぶりの実戦だ。剣士として純粋に殺し合いを楽しませてもらうよ。行くぞ、坂本龍馬。本気で来い。たまには現場にも顔を出すんだな、局長。いい気になりやがって。今度あんたはあの覆面の男じゃねえ。ん？なぜそう思う？おやっさんを切ったあの覆面の男はあんたよりも強かった。まったく傷つくねえ。覆面の男は誰だ？計画に乗れば教えてやる、そう言ったはずだぜ。おや、なんだ、やめるのかい？あんたの言った通りだ。俺はまだまだガキってことだ。はあ？わからねえことはすぐに人に聞いちまう。自分には学も教養もねえ。そう思って考えるのもやめちまう。だがな、おやっさんは誰にどうして殺されたのか、この答えだけはどうしても自分の力で見つけたいんだ。ガキだと言われても構わない。このことだけは最後まで意地張り続けるつもりだ。答えを見つけるまで新選組には居続けさせてもらう。文句ねえよな。文句はあるが、勝負に負けたんだ。許可してやるよ。三番隊隊長としての仕事はする。それじゃ。あんたと戦ってもう一つ分かったことがある。なんだ？天然理心流の使い手は一流の剣士ばかりだ。俺が戦うべき敵は覆面の男のさらに奥、もっと深い闇に潜んでいるのかもしれないな。見てたかい？
強えなあいつは。そうは思わねえか源さん。勇さん、いいのか。このままあの男を行かせても。あいつは深く知りすぎた。だがあいつなら真の謎にもたどり着けるかもしれねえな。あれが坂本龍馬か。